このエレベーターを降りて、まあ、お花がある部屋、ここが3階ですね。3階の場合はこちらで靴を脱いでいただく形式になります。で、構造上こんな感じですね。現在の位置があって、隣が315室で、向かいの方が311号室ですね。お水、自由に取れるものがここにございます。315室はこんな感じで4人部屋、1、2、3、4、まあ、寝る場所はベッドなんですけれどもね、4つベッドがあります。こちらの3階は白いボードでお食事を取る場所がありますね。で、ベッドは普通にあって、向こう側はこっち側で、ベッドの機械ちょっとご説明しましょう。よいしょ。これベッドの機械です。角度制限、角度を制限するか、頭の速さ、そして操作の音、うるさくないようにってことですね。で、足を上げたり頭を上げたり下げたり、そして高さを上げたり下げたりっていうのをこのボタンですることができます。便利ですね。で、あのナスコールはここにあります。3階の場合は、ゴミ箱もあって、お洋服かけるところ、そして1、2、3段、小さく上に4段ですかね、荷物置くところ、そして、テレビが、あって、時計、冷蔵庫というようなことになっていますので、まあ一通りのものは揃っています。で、一つ、お見舞いに来た方のお椅子というのも備え付けてありますね。どちらかというと和というようなカゴのようなものを色調としたのを使っております。315室、310号室の場合はおトイレこういうふうになっております。一応スリッパを履いていただいて、顔洗ったりするところがあって、もちろんウォシュレットはありますので、お尻が弱い方も使ってください。315室の場合は、このような業務用のエアコンになっておりますので、温度設定をして運転停止っていうふうにしていただければと思います。311号室の前のおトイレです。こんな感じでちょっと段差がありますので、ここだけ注意してください。転ばないように気をつけてください。で、鏡があって、お湯とお水が出るようになっております。で、男性用のトイレがあって、普通にできるトイレがありますので、まあ315室の方などはここで洗面とかされるのも一つだと思います。311号室です。311号室は引き戸、こんな感じの低い椅子で、2人部屋になってますね。1人2人という形式で、で、面会の方用のお椅子も準備されています。お荷物を置く場所は2つが連続して置いてあって、1、2、3段と4段、そしてお洋服をかけるところが下の段にあるという形式になっていますね。エアコンはこのような形のリモコンを使っていただく感じになります。上にあるいわゆる業務的な感じのエアコンになりますね。で、洗面台もございますので、ここで顔や頭を洗っていただいてって感じです。まあ、目には入れないようにしていただきますから、手術後はちょっと顔や頭洗えないですけどね。こんな感じで冷蔵庫がついて、テレビもそれぞれ個人にあって、で、時計もありますと。イヤホンの方も置いてございますので、お隣の方に音迷惑ならないように気をつけてください。で、電気もこのようについております。手元でね、夜本を見たいとかっていうことですね。このような形で2人部屋となっています。で、トイレの場合は出ていただいて、すぐ横にあるこのおトイレを使っていただくということになります。